バジェスタス島は、ペルーのイカ県、ピスコ群に位置している、国立自然保護区。複数の島々で構成されており、ペルー国内の島々を統括する、レセルバナシオナルシーステマでイースレス、イロターゼワイ、パンタスグアンラズの管理下にある。野生動物が豊富に生息していることから、リトルガラバゴスとも呼ばれ、パラガス国立自然保護区と同様に、国立自然保護区に登録されている。 野鳥や鹿などを間近で見る、ボートサファリが人気。近隣にビーチリゾートがあることから、国内でも有数の観光地としても知られている。島の円形ボートサファリの様子、バジェスタ島のオットセイとオタリアの群れバジェスタス。島付近は植物プランクトンが豊富なため、ペルーペリカン、インカアジサシ、グアナイブ、ペルーカツオドリ、オタリアをはじめ多くの野生動物が集まる。また、 南極からは、フンボルト海流が流れているため、時期が合えば、フンボルトペンギンも見ることができる。島の岩が白く見えるのは、グアノと呼ばれる鳥の餌や卵の殻、死骸、鳥の排泄物などが化石化したもの。近年これらが高級肥料として乱獲され、産卵環境が悪化したことから、フンボルトペンギンの数が減少し、絶滅危惧種に指定された。現在、 島内の立ち入りは禁止されている。多くの野生生物が生息していることから、ボートサファリが人気。2018年には49万9199人の観光客が訪れ、プロンプルーが発表した2018年にペルーで最も観光客が訪れた国立自然保護区ランキングでは全国1位を記録した。 今からは南に260キロ離れており、イカ市内からの所要時間は約1時間半。ボートサファリの所要時間は1時間半程度。ありがとうございます。